サンマリーナのプレジャーボート。どうも、いわきの妹こと小名浜一人暮らしです。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL よ。さて、今日も私はここ小名浜港をうろちょろうろちょろお散歩中です。さて、今日もいいことないかな。それでは今日もやってまいりましょう。おっしゃい、ゴー。あー、いいねいいね、気持ちがいいね。ここは大畑貝塚公園って言うんだよね。緑がいっぱいでとっても素敵な公園だね。これだけ素敵なロケーションだと私唐揚げ弁当でも買ってきて、レジャーシート大きく大きく広げてピクニックしたくなっちゃうな。おっちょ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 、危ない、何かしら。つまずいたと思ったらこの大きな木の根っこに足を引っ掛けました。おや、こんなところに見たことあるタンクがあるよ。なんだっけこれ。あ、そうだよね。こちらのタンク、モニタリングポストといって、放射性物質を測る、そんな機械だったよね。何？あ、富士電機さんが作ってるの？え、富士電機さんってどんな製品作ってるのかな？あ、電気を受給する機械だとか、自動販売機を作ってるんだ。へえ、面白いね、面白いね。ここいわき市って珍しいものがいっぱい。なんだろうね、このエンブレムは何なんだろうね。それでもそれでも私は前へどんどん進んでいきます。おや、なんだか大きな看板が見えてきた。うん、あ、いわきサンマリーナ、行ってみましょう。うわー、すっごい景色が待ってたよ。見て見て、皆さんにもちょっとだけおすそ分けしちゃうよ。あ、あれは小名浜オーシャンホテルだよね。あ、綺麗なホテルだよね。泊まってみたいな。なんだか素敵なホテルだよね。なんかクロアチア風みたいなね、建物でね。ゴルフを楽しんだ後、ペルシマ温泉に入ってたくさんね、楽しめちゃう、そんなホテルみたいだよ。あー、この海岸もとっても素敵だね。はい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 、あそこに島があるよね。あれ、テル島って言うんだよね。あそこのテル島の上にはウがね、一年中ね、住んでいて、あそこで子育てしたりするみたいだよ。前私、ウォーターボートに乗せてもらって、あのテル島の真ん前まで連れて行ってもらったっけな。さてさて、下に降りてみると立派な銅像が待ってたよ。 Completed in March 1991年。あ、そうなんだ。1991年にここいわきサンマリーナが出来上がったんだね。うわー、大きな怒り。どれどれ、反対側にもサンマリーナ。あー、ちょっとツタでよく見えないね。どれ、どんなシンボルが立ってるのかな。わあ、ずいぶん大きなヨットの銅像でした。え、なになに、ここいわきサンマリーナってそもそも何をするための施設なんでしょうか。なのに調べてみると、セーリングの競技会場として作られた、そんな施設なんだって。残念なことに東日本大震災で被災を受けてしばらく停止してたんだけども、ここ最近になって船舶の係りため14隻止められるように復旧されたそうですよ。
わあ、ずいぶん綺麗なとこだね。一体ここでどんなことをやってるのかな。お、なになに？ここいわきサンマリーナではカジキ釣りの大会福島ビルフィッシュトーナメントっていうのがね行われたりだとか、ヨットのイベントが開催されるんだって。へえ、なるほどなるほどなるほどね。どうりで広い会場なわけだ。遠くを眺めてみると至る所で釣りを楽しまれてる方が見受けられました。一体何が釣れるんですか？あ、なになに？あ、メバル、アイナメ、カレイ、ハゼ、そして今の季節は海タナゴなんかも取れちゃうらしいよ。そしてそして小さなお子さんたちも釣りを楽しんでたよ。サビキ釣りかな。サビキ釣りでアジとかイワシも取れちゃうし、砂浜の方では石持ちやカレイも釣れたりするんだって。わあ、すっごいね。今度私釣り竿を持ってまた遊びに来ようかな。反対側を見てみると私の大好きなお船が見えました。あそこは大剣ふ頭だよね。大剣ふ頭は立ち入り禁止ですから、これが最大限近くに寄れる絶好のスポットになるのです。ちょっと怖いもの見たさで海を覗いて見てみましょう。うわー、怖ーい、高いよー。なんだかいっぱい浮いてるよ。あ、海藻かな、石かな、お魚さんが見え隠れしないかな。じーっと覗いて見てみます。ところでところで、ここのいわきサンマリーナっていっぱいねオーナーさんのボートが泊まってるけども、誰が管理してるのかな。あ、なになに、調べてみると、この間エナ港で登場してきてくれたボートショップカイさん、ボートショップカイさんがこちらのサンマリーナの管理を受託されてるんですって。なになに、こちらのサンマリーナでもボートの免許を取ることはできるんだって。一体いくらぐらいでボートの免許が取れるのかな。私もボートに乗ってみたいな。なになに、調べてみるとピンキリですが8万円から20万円ぐらいの費用で免許が取れるんだって。この値段の価格帯の差はボートがね行ける範囲、遠くまで行ける免許ほど値段が高いんだね。おっと、ここから先は関係者以外立ち入り禁止。それでも覗いて見てみましょう。うわー、見て見て、いろんなボートがいっぱいかかり止めされてるよ。なんだろうね、金持ちの遊びみたいな、そんなゾーンだね。あれに乗って沖まで出て釣りを楽しんだり、人によっては花火大会を海の上から眺めたりする、そんな素敵な過ごし方をされてるんだね。私もいつかやってみたいな。うわ、なにあの船。あの船、海上保安庁の巡視船テルシマだよね。私みたいに不審者がいないかチェックしに来たんだね。大丈夫よ大丈夫、私は不審なものではございませんよ。見て見て、この柵の隙間からちょっとだけねボートが眺めることができたよ。うん、なんて書いてある、なになになに、 SRV っていうのね、デザインが描かれてるよね。いかにもスピードが出そうだよね。一体何のボートなのかな。あ、調べてみると、あ、プレジャーボート、プレジャーボートっていう扱いになって、スポーツだとかレジャーね、お遊びで使うような、そんな娯楽のためのボートなんだね。ほら、ヤマハのすっごいエンジンがついてるよ。
楽しそうだね、楽しそうだね。私もいつか乗ってみたいな。いくらぐらいするんだろうね。調べてみるとだいたい100万から200万すんだって。わーお。おい、そこのクマケムシちゃん、あたしに200万ちょうだい。200万あったら、あたしプレジャーボート乗れるから。クマケムシちゃん200万円くれる？うん、何？逃げるって？真っ先に逃げるって？そっかそっか。ここ、いわきサンマリーナって、とってもね、素敵なラブリーなお船がいっぱい泊まってる。そんな素敵な場所だったんだね。ほら、海岸もとっても素敵なロケーションだよ。ほら、今日もお船がプカ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 浮いている。ああ、今日もいろんなこと勉強できたな。楽しいな。え？こんなところにネギが漂流してたどり着いた。今晩のお味噌汁に入れようかしら。はーい、いかがでしたでしょうか。いつもの小名浜港を抜けて、たまにはこちらいわきサンマリーナに来たあたし。そこで待っていたものはとっても楽しそうなボート、プレジャーボートさんたちでした。今日もお兄ちゃんたちからたくさんメッセージが届いてるよ。それではご紹介していきましょう。最初のお兄ちゃん、ユーザー ST さん。いつも楽しく視聴してます。もう少しですね。夢へ向かって頑張って。海外が現実に。あら。まずはね、皆さんのおかげで収益化できたらいいなってね、そういう風に思ってるよ。はい、次のお兄ちゃん、ユーザー IP さん、YouTube 契約達成おめでとうございます。そう、条件はクリアしたんだけども、今審査通すところね。今後の動画も日々のちょっとした楽しみなので、健康第一で頑張ってください。どうもありがとう。今度はね、しっかりと足元を見てね、海外に行くための資金作りをしていきたいと思います。今日も最後まで見てくれたあなたが大好きです。また次回もお楽しみにね。また見てよね。バーイ。いつも小名浜ひとり暮らしチャンネルを見てくれているそこのあなた、どうもありがとうございます。いつも楽しんでくれてありがとうね。ちょっとここで私からお願いがあります。ちょっといいですか。結構真面目なお願いです。私の直近の夢はアジア圏に旅行しに行って、それを皆さんにお届けしたいっていう夢があるんだ。その夢のために今資金を貯めてるとこなの。そちらの資金源にするための主な収入は広告収入で考えているのね。そしてその広告収入を得るためにはあと少し、もう少しみんなのご協力が必要なんです。そこで私からのお願いは一つだけ。再生時間が少し足りないんだよね。だからリンクの再生リストをぜひ回してほしいんだよね。寝る前に流しながら寝てもらうだとか、普通に私のこれまでの動画をいっぱい振り返って楽しんでいただくのもありだと思うの。それがこの YouTube との広告収入との条件になっていて、あとちょっとでクリアになるからぜひね、協力してほしいわ。ほら、朝日とともに私の夢もすぐそこまでやってきてるの。ここまで見てくれたあなたが大好きです。私を信じてついてきて。それではまたお会いしましょう。次の動画でバイバイ。福島県いわき市の妹、石油のオンパレード。福島県いわき市の妹、中国に咲く一輪の花、トヨペオニー。福島県いわき市の妹、すれ違うお船に大興奮。
ロジェクト T。 ちょっとそこのあなた、私の夢を語ってもよいかしら。私ね、一度でいいから海外で暮らしてみたいの。それもできれば東南アジア圏、具体的にはタイに行ってみたいな。え、なんでタイかって？それはね、物価がリーズナブルなところと、日本では見られない食材や文化、人との交流をして生きてみたいの。もちろんタイでの暮らしも YouTube からお届けするわ。これを聞いてなんだかワクワクしてこない？そこでみんなにお願い、一度タイへ視察旅行してみたいんだ。じゃあ具体的にいくら必要か軽く計算してみると、ざっくり約15万円貯める必要があるんだ。今のところ私の貯金は5000円。というわけで、あなたの力を少しでいいから私に分けてくれないかしら。ご支援はダイレクトメールもしくはペイペイでお願いします。詳しくは概要欄で。福島県いわき市の妹、生マッコウクジラ初体験。福島県いわき市の妹、えなこを探検。福島県いわき市の妹、えなこの魂のお船、行政丸に感動。福島県いわき市の妹、中野作港で地元船に密着。福島県いわき市の妹、秘密の休日の過ごし方。